2019年3月峰山神谷跡のえのきは、京都府京丹後市峰山町に所在する、落葉香木えのきの古木である。2008年7月8日、京丹後市指定天然記念物に指定された。かつては、約1000平方メートルにも及ぶと言われた、最大の特徴である樹幹は、2015年の大雪によって根元近くから枝の一本が失われたことにより、 三分の二ほどまで縮小した。強硬の幹回り4.43メートル、樹高約15メートル。一般的にエノキは腐りやすい木であるが、ミネイヤマジンヤートのエノキは古木であるものの大きな、腐りはなく樹勢が盛んで、樹幹等影面積線平方メートルに及んだ枝ぶりが最大の特徴とされ、京丹し指定天然記念物に指定された。樹齢は、 推定250から300年。かつては根本近くから二股に幹がそびえ枝を広げていたが、2015年に雪の重みで一本が根元近くから折れて失われ、現在は一本立ちとなっている。関ヶ原の戦い以降、明治維新まで一体を支配した峰山藩京国市の拠点となった陣屋跡地の石段の脇に生育する。 立地から考えて天然記ではなく、陣屋が整備された後に植樹されたものと推定される。京国市の拠点は、関ヶ原以前には、権現山に築いた、吉原山城であったが、江戸時代に入ってこの山城を廃して、山徳の丘陵地に整備された。峰山京都市によれば、1622年のことと、伝えられる。明治維新までの約250年間、初代、 京国高通りから十二代、京国高鎮までの在所となった。峰山神屋との高台の広場峰山藩は、この神谷を屋,屋神谷ののの神谷を中心に、侍屋敷や長屋などが整備され、城下町が形成された。京国市は1720年に、藩内の絹や佐平寺によって、はじめおりされた丹後地理面を手厚く保護し、琴平神社を創建するなど、現在の峰山町の基礎を築いた。 神夜は、その城下町を見下ろす高台に所在した。頂の広場には、明治時代に、単語チリめで財をなし、峰山町の近代化に大きく貢献して、チリめ王と称された吉村伊助の検証費が立つ。建物は、廃藩地県の後に失われ、2014年時点で、周辺の跡地は畑となっている。木のふもとには、峰山町第一区民会館があり、 えのきは現在でも、地域住民のシンボルとされている。峰山神ヤートのえのき峰山神ヤートの、えのき石段左手の巨木が、峰山神ヤートのえのき京丹後市峰山町吉原97のに、ありがとうございます。